はい、じゃあ横になります。はい、食欲はいかがですか？なんか見た目よりゆったりしてるなという感じで、全然締め付け感とかもなんかすごい着やすいです。あと軽いです。はい、はい、丈感はだいぶズルズルですかね。はい、さっきよりはしっかり長いです。はい、それ M ですよね。 M です。ずってはないけど危ないって感じですね。はい、足の甲にちょっとかかるかなぐらいです、うんうん、それ。はい、ありがとうございます。はい、はい、だいぶズルズルですね。はい、だいぶ地面にはつってないけど、ヒールは履かないと生活はできなそうですね。はい、はい、長いです。ありがとうございます。はい、はい、エリカ様の 155cm でブラックシアの S サイズですね。はい、こんな感じですね。まあ、いつもの丈ですから。はい、いかがですか、この初着きで、初着ですけど。初着ですね、なんか新鮮ですね。チアの感じがね。チアの感じが。ありがとうございます。はい、の S サイズでした。はい、エリカ様の 160M サイズでございます。今だとこんな感じの丈感です。だいぶ変わりますね。だいぶ変わる、大人っぽい。うん、もう好みですね。好みでどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、エリカ様の M プラスサイズございます。125の丈なんで、いつも通りギリギリすらない、超ドレス超ドレスですね。もう好みの人は迷いなくこっちを行ってほしいなと思います。もう階段は登りづらいし、ちょっと上げられないと思います。非常にドレッシーで素敵ですね。はい、ありがとう。あ、どれが好きでした？可愛かったですね、うん、そうね。はい、ありがとうございます。はい、はい、160cm のブラックシアドレスの S サイズです。まあ、非常にドレッシーに見えますよ、ワニさん。それなんかすごい、はい、よそ行きです。よそ行き、あ、いいですね、この感じも。今回は何をお求めになるんですか？今候補4つ、はい、5つあるんだ。だってこれが今5位ぐらいですね。あ、5位に入れる。どうする、入れる、どうするっていう。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ一周してください、はいはい、はい、ありがとうございます。はい、アニさんの160cm の M サイズでございます。はい、こんな感じですね。なんか、もうでも夫婦、やっぱ夫婦プラスアルファって感じ。そうでしょ、うん、なんかよく見る感じだもんね。はい、はい、これ M プラスがあるので、どうなるかでございます。はい、ありがとうございます。はい、160cm の M プラスですね。はい、大人っぽいですね、非常に。はい、まあ、僕は M プラスがあったのに、M プラスか S ですね。あ、どっちかですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、着用感いかがですか？すごい着やすいです。特に苦しいとこもないですかね。はい、はい、指が割としっかりは出てるくらいですかね。はい、ありがとうございます。はい、M プラス、はい、あんまり変わらないですか？足首がちょっと隠れるくらい。はい、割と長いですかね、S でも。
ちょっと長いです。でも、まあ、普通にこのクシュッてした感じで、使えちゃいそうな感じで。着心地はいかがですか？着心地は、意外となんかゆとりあって、でなんかウエスト自分で調節できるので、着やすいです。はい、ありがとうございます。毛がだいぶ長い、はい、うん、折らないとダメですね、はい、150センチくらいの方はナオスは必須ですかね、はい、ありがとうございます。はい、ミュージアムパンツの S サイズですね。めちゃめちゃスタイルよく見えるのこれ。いいじゃんこの服、すごい、買ったら？すげえいいよ。大人で買ったら。進め方がついて。一旦カジュアルに進めたら買うんじゃないかとか。ああそうっすねって言うかなと思いましたけど、なかなか折れないですねここが。はい、ありがとうございます。155センチ、パンツの M サイズ。M サイズです。はい。いかがですか？ダボッと上がりますよね。では下に引っ張ったらいいかなっていう。はい、ミュージアムパンツの S ですね。はい、はい、さっきというか、まあ、動画ではこっちが先なんですけどM も履いていると、はい、あれ総合的に感想はどうですか？ね、楽であんま何も気にしないでいいのは M なんですけど、やっぱ細身で言うと S の方が、うん、ここのウエストベルトがギュッていってくれるので、はい、やっぱここの人はここが結構ある人は、うん、段差ができやすい、うんうん、から S の方が細身 S だとは思いました。じゃあサイズは別に S でもいいんじゃないかという。 S でもいいと大丈夫だと思います、うん、あとはもういかにこうリラックスに見せたい場合は M の方がいいってことですね。カジュアルになんかスニーカーとか履きたいんだったら M もいいかな、うん、はい、ありがとうございます。はい、ミュージアムパンツの M サイズでございます。はい、いかがでしょうか着用感。あのめっちゃゆとりあります。うん、本当だね、見てても、まあ、股上結構深いので、はい、ゆとりあるかも。楽、全然履いてる感じは楽です。本当だからトイレだけ。そうね、着脱がね、はい、というパンツでございました。はい、はい、165センチ S サイズです。着心地はいかがですか？思ったよりゆとりあって、うん、すごく履きやすいです。はい、ありがとうございます。丈感も全然バッチリですね、うん、はい、はい、M サイズです。いかがですか？すっごい軽くて、なんかサラッとしてて着やすいです。で袖口だけちょっと、袖丈だけちょっと長めかなって思いました。はい、ありがとうございます。はい、155センチ、ブラウスがフリーサイズです。新鮮ですね、エリカさんがその感じ。確かになんかオフィスに行けそうなちゃんとした感じ。はい、アニさんの、シャンブレーブラウス、ね、ブレーブラウスフリーサイズでございます。よいしょ、どうですかサイジング。もう買うんで買うんで語らないわね。なんでしょうね、別になんともなく、うん、
と着心地もよく、はい、中も透けてるけど別にいやらしくなく、うんうんうん、最高です。はい、ありがとうございます。はい、160cm のポンチワンピース S サイズでございます。はい、あ、めっちゃスポーティーでいいわ。はい、家用です。家用は S ですか？まあ家だとやっぱね、動きやすい方がいいんで、うん、S にします。で、M サイズを買うか悩む。はい、M サイズはまあ外用に買うかどうかですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ポンチワンピースの M サイズでございます。あ、前開きね。前開けるとなんか結構大人、うん、感じに切れますね。お、かっこいいですね、これ。はい、お、よいしょ。なんか外、いや、外用の服なんですけど、もともと。で、外に着るならやっぱ M。うんうん、そうですね、なんか見た感じも。はい、はい、ということで、M サイズでした。はい、165cm Sサイズです。はい、膝よりは下。下ですね。膝より、うん、結構下。袖丈はこんなにいいくらいですか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。足首は割とぽっちり見えますね。はい、はい、152cm の S サイズ、はい、すごい大人っぽいですね。本当ですか？はい。着やすいです。はい、楽ちんです。着脱もかぶりですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。丈感はズリはしないけど感じですか？はい、はい、はい、めちゃめちゃ楽、あの重さも感じないです。全く中に着てるのは今ドレッシュ。あ、はい、ドレッシュの黒を着てます。はい、ありがとうございます。 155cm の M サイズです。 M サイズ、こちらはこちらも、こちらも全然気にならない。はい、こ
どっち推しですか？推し。これはもう M です。M、はい、完全に勝ってる。はい、ありがとうございます。はい、ダンスカの S サイズですね。S サイズ、はい、軽い、着やすいですか、やっぱり。着やすいのはめちゃくちゃ着やすいですよ、うん、はい、アンリさんの身長だと S でやっぱりこうブーツ S でブーツ S だとブーツにしがちはい、というこれでした、というこれでした。はい、160cm M サイズですね。アンリさんやっぱ M だね、これ。これ M、うん、これ M バッチリですわ。これ M バッチリ。はい、丈感も OK でございます。はい、あとジャケットしたいですこれ。ああ確かに、やっぱお仕事スタイルで、で、あのベルトしてもいいですね。はい。これまあベルトに見立ててもいいですね。見立ててもいいし。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。着心地はいかがですか？すごいなんかゆとり感も多くて、すごい着やすいです。はい、ありがとう。はい、M サイズですね。丈感はこちらの方がお好みですか？はい、はい、はい、ありがとうございます。こちらも大人っぽいですね。はい、ありがとうございます。着心地はいかがですか？着心地、でも全然きつくないかもです、うん、ウエストも絞られてはいるんですけど全然きつくないです。ゆったりしてて着やすいです。チクチクとかもしないですか？はい、しないです。はい、ありがとうございます。はい、丈はブランドですね。はい、はい、お袖はちょっと手の甲隠れるくらいになると思います。はい、これ全部開けて羽織りに思いました。可愛いです。確かに全部開くので羽織りにもできそうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、プライミプリミティブワンピース、はい、S サイズ S です。はい、こちら着用感いかがですか？着用感でもこれも軽くて本当に着やすいです。足、うん、柔らかいし。 155cm の M サイズです。サイズだとこんな感じです。はい、どちらのサイズだと思うんですか？S ですね。あ、 S、 なんか S の方がクラシカルな感じが可愛かったです。はい、ありがとうございます。はい、プリミティブクラシックの S サイズですね。あ、いいですね。お上品で S だと。S はやっぱね、まあこれ販売時期が8月とかだと思うんですけど、うん、だんだんやっぱブーツ履きたくなるから、確かにブーツメインですね、これは。うん、これ買いですか、このワンピ？これは買いなんですけど、今だから3位か4位。あ、2位は何ですか？2位はあのスラックス。あ、そうなんだ。はい、すごい珍しい。珍しいんです。じゃ、え、これいかないんだ。へえ、いかないんだ。はい、アンリさんの 160cm M サイズでございます。はい、M でめちゃめちゃいいですよ。もうどうしますか？いや、買うなら M です。そうですよね。はい、いやでこれ超使いやすいですよ。どうしますか？うん、買います。騙されちゃった。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こっちいかがですか？ちょっとだけウエストより上なので、うんうん、肋骨が当たるかなって感じがします。はい、ありがとうございます。チクチクとかはしないですか？全然大丈夫。はい、ありがとうございます。安心感のある丈ですね。はい、サイズ感もぴったりです。はい、ありがとう。
はい、サックスの S サイズですね。はい、丈はだいぶ長いですね。はい、ちょっと長めではあります。はい、着心地はいかがですか？めっちゃ着やすいです。着やすい。なんか腿周りもこのタックですごい、なんていうんですか、幅あるので全然気にせず着れます。はい、ありがとうございます。じゃあスタイルよく見えるよ。さっきも買う？めっちゃでもかっこいいです。ちょっと待って、すごいかっこいいんですけど。すごいかっこいいです。オタクの考え方すごい大人っぽいですね。あれめっちゃいいよそれ。本当に買う？めっちゃいいですね。はい、本当にめちゃめちゃバッチリでございます。はい、ありがとうございます。はい、ドロタックスラックスの M サイズですね。あ、 M サイズのこのちょっとイージーな楽な感じめっちゃかっこいいな。あ、どっちがいいでしたか？あ、でも、S ですかね。 S ですか。まあ、ルーズにも履きやすくて、うん、結構裾がもしかしてフルレングスギリギリだね。結構そうですね。今僕は好きですけどね。まあ生活はねできないですから。はい、ありがとうございます。はい、アンリさん 160cm のトロタックスラックス。はい、 S サイズ。 S サイズでございます。めっちゃ細見えする。で、S サイズいつもちょっとこう物によっては難しいっていう時もあるんですが、はい、腰の人、はい、もう超おすすめ。絶対履いてほしい腰の人に。このパンツ本当にいい。本当に楽ですしね。めちゃめちゃ楽。素材感も大人っぽいし、はい、お仕事着ていけるし、ちゃんとしてるんですよね。うん、はい、この後ろのアジャストはそんなに意味ないかな。ビジョンはあんまだね。まあサイジングを大きく変えることはできなそうですね。部品デザインですね。はい、はい、ありがとうございます。トロタックスラックスの 160M サイズでございます。これさっきの S とどう変わりました？着てて、今どっちもベルトしないで来たんですけど、うん、まあ、このドローンがやっぱ M の方がドローンです。うん、うんうん、とろみがね、うん、なんかどっちも別に着れるから、いや、そしてどっちも大人っぽいから、うん、どっちがいいですか？いや、僕今季 M かな。 M？ そのこのレングスの感じと、あとはそのこの辺、この辺はやっぱなんかね、ドローンの感じがいいですよね、うんうん、大人。もうもっとフォーマルに着たい人は S でもいいですね。あ、そうですね、ちゃんと。はい、ということでございます。はい、S サイズですね。着心地はいかがですか？すごい履きやすい生地で、履きやすい感じです。はい、はい、M サイズですね。はい、M サイズです。はい、足丈はぴったり、ちょうどぴったりぐらいです。足首の甲にかかるぐらいの丈です。はい、はい、ブラウスはフリーサイズです。着心地いかがですか？着やすいです。特に苦しいところもなく。はい、はい、ありがとうございます。はい、天井柄のねブラウスでございます。こちらフリーサイズですね。はい、どうですか着心地？あ、もう着るのは超楽です。超楽でしょ、はい、本当に素材感もいいし、155でも全然大きい感じはしないと、はい、あ、全然別に大きい感じはしないですね、うん、バッチリですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、アンニさんのシーリングブラウスでございます。
今シーズン、はい、買いたいナンバーワン。ナンバーワンこれ、はい、ありがとうございます。シックなねブラウスがランクインということで、まあ、サイズ感はフリーサイズですから、はい、問題なくね、まあ、前回ブラウス、サイズング基本が一緒なんで、うん、形自体はね、これまでブラウス持ってる人は別にお構いなく、お構いなく買ってください、はい、16以上でこんな感じです。ありがとうございます。はい、ブラウスはフリーサイズです。着心地はいかがですか、はい、すごい着やすいです。こちらも着やすい、はい、はい、静電気とか感じないですか、今のところ。はい、今のところ大丈夫。着やすいです。とっても嬉しいところはない、全然ないです。当たるところがないなっていう印象です。首元とかも大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。はい、M サイズ、はい、着心地はいかがですか。だいぶゆとりはありそうですね。はい、しっかりゆとりあります。これもちょっと長めです。はい、ちょっとチクチクします。はい、背中付近に、うんうん、私チクチク感じてます。じゃあ中はインナー着た方がいいですね、はいはい、ありがとうございます。はい、クレンチェックの S サイズですね、はい、S サイズ、はい、カレンジ素敵でございますどうですか、去年のと比べて。あ、ボタン全然雰囲気違いますね、うん、あとでもちょっとボタンがちょっと取れづらいかも。大丈夫です。首元ここにボタンがあります。あの大変そう、そこなんか切っ端がちょっとそうですね、大変そう、ギュッてなったら、なんかあのあれってなります。探すのか。フリーサイズでございます。はい、はい、グレンチェックの M サイズですね。 M サイズです。大人っぽいですね、今のは。やっぱ M サイズ、なんか今回割と S 好きです。あ、可憐な感じの方が、なんか短い方が可愛いなって気がします、うん、このでもなんかドレープはめっちゃ M すごいよ、動画でも。そうですね、としてこれはだってだいぶ、ね、そうだね、去年のグレンチェックはあんまフレア入ってなかったからね。ああ、確かに、すごい綺麗に見えますこれ、うん、はい、ありがとうございます。はい、アンジさんのバイカラーワンテック、バイカラーワンピース S サイズですね。 S サイズ、あ、めちゃめちゃいいですよ。ランキング外から、はい、今ギュッてきました。何位、何位に、あー、どうしよう、4位、あ、あのクラシックワンピの次になっちゃったんですね、はい、あー、困りますね。どうしましょう。 S がすごい可愛いです、可憐で、うん、やっぱ素材が、ウールなんで、はい、すごく高見えします。本当に本当ですね、かっこいい。布もあるし、ありがとうございます。160cm チェックの、M です。これ襟オツですね、やっぱり。オツですね。襟がオツ。かわいい。どっち派ですか？いや、なんかね、両方着たら S がいいなって思ったんです。うん、珍しく。で、去年はバイチェック、クレーンチェックを M で買いました。うん、だから今年は S。今年は S。はい、ありがとうございます。S サイズです、はい、着心地はいかがですか。ちょうどぴったりくらいのサイズ感です、うんうんうん、ベルトの位置ちょっと多分高めですね。そうですね、ウエストここなのでちょっと上めの感じです、うんうんうん、はい、M サイズですね、はい、ウエストの位置はジャストくらいですね、はいはい、チクチクはしますか。今多分ヒートテックとか着てるのでそんなに感じないです、うん、じゃああなたに何か着れば大丈夫そうですかね、うん、はい、はい、上下 S サイズです、はい、着心地はいかがですか。ちょうどいいっていう感じです。ちょうどいいっていう感じ。結婚の時間もウエストぐらいだし、スカートの丈もなんだろう、ずらないけど
着やすいだけです。はい、ありがとうございます。はい、M サイズ、上下 M サイズですね。はい、いかがですか？なんかやっぱり丈感がちょっとどっちも長いので、なんか S の方が着やすいのかなって思いました。はい、155cm の上下 S サイズです。はい、こちら着心地はいかがですか？着心地は楽ちんです。うん、全然タイトスカートだけど、そんなに不自由なく。から今急上昇。急上昇。どうしよう。本当にどうしよう。あのね、あのセミタイトスカートはいつものあの S サイズだとギリギリな感じのやつなんですけど、チェックは大丈夫。あのヘリンボーンは私着れなかったんですよ。なんかちょっと空間歪むんですけど、これはちゃんとまっすぐ行ってくれるから、なんか、まあ、人によると思うんですけど、割と伸びるし着やすい。いやもう上はさ、なんもない。なんもないし、なんでもある。確かに。はい、ありがとうございます。160cm、上下 M サイズです。結構、大人じゃない？うん、大人。さっきよりもなんかより大人になった気がします。まあ M の方が着やすいかな。着やすい度で言うと。でもどっちでもいけます。好みって感じ。なんでさんのお好みは？私は M かな。買うなら、はい、はい、上下 S サイズです。はい、あ、そうなんですか？きつくも全然ないので、S サイズも全然着れます。うんうんうん、後ろのジャケットの後ろがちょっと短いかもしれないって感じですかね。M サイズです、はい、どちらの方がお好みですか？ M サイズの方がちょっと動きやすい感があるので好きです。はい、はい、フリーサイズです、はい、着心地はいかがですか？とっても気持ちいいです。とっても気持ちいいです、はい、横の後ろの丈感は、うん、ちょっとお尻隠れる感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、155cm ブラザーフリーサイズです。あ、もうこれはもう、なんもないですよね。すごい気持ちいいです。もちもちして。特に苦しいところもなく。全然、はい、着心地はバッチリです。はい、ありがとうございます。はい、ベロワのドレスシャツ160cm で、はい、フリーサイズかな。フリーサイズです。はい、いかがでしょう？もうやっちゃったなって感じです。やばいよね。やばいよね。もう楽に決まってるし、この色がめっちゃ好きです。うん、ちょうどいい。このちょっと今自然光で逆にビカビカしてる感じがするけど。あ、本当ですか？もうちょっとシックですね、うん、暗い方に標準を合わせてください皆さん。はい、かわいい。めっちゃかわいい。まあ、サイズングはドレスシャツと同じなので、はい、まあ、持ってる人も多いと思います。はい、ありがとうございます。はい、こちらフリーサイズです。着心地はいかがですか？すごいスベスベです。スベスベです。
ちはとっても着やすいです。ただそれだけがちょっと違うかなっていう感じです。首の詰まりは特に気になる、全然気にならないです。はい、OK です。はい、M サイズです。はい、着用感 S と比べてどうですか？なんか S と比べてちょっと長いんですけど、いつもの M よりウエストキュッてしてる分なんか若干短く感じてて、すごい着やすい丈感だなって思いました。はい、はい、M プラスです。はい、やっぱあれですかね、ベルトでちょっと上がる分いつもよりは、はい、いい感じに着られそうですね。はい、体感いつもの M ぐらいな感じです。はい、ありがとうございます。はい、このマスで何で表情してる S サイズで、サイズ結構足が見えます。いつもの S だったかな。では若干そうですね。新鮮ですね。新鮮ですよね。首とか腕とか苦しくない。あ、でも全然苦しさはないです。はい、ありがとうございます。155cm M サイズです。M サイズはいつもの感じで見えますね。うん、いつもの本当にドレス丈ですね。うんうんうん、M サイズだと。若干 S だと高いので肋骨問題にちょっと引っかかるかなって感じですけど、まあ、調整はできるから一番細くしたりするとしんどいけど別に緩くすれば大丈夫、はい、って感じで、先はだいぶ短めです、ね、でもやっぱブーツショートブーツ。はい、ありがとうございます。 160cm の M サイズです。これをランクに入れるわけにはもういかない。もういかない。結構入れちゃいますからね。いかないんだけど、あの意外と刺さりました。おなんか私半袖はチェコ派なんですけど、うん、長袖は可愛いなと言って、また全然雰囲気変わります。変わる。着用感は本当何もないって感じですね。楽、うんうん、です。160cm の M プラスサイズです。M プラスでしょ。 M プラスですね。可愛い、めちゃくちゃ。なんか半袖とは違う、またかっこいいさもあるし、うん、あ、かっこいいかも。確かにかっこいいですね。はい、165cm の S サイズです。いかがですか？ちょっとだけやっぱりここの肋骨に当たるので、うん、気になるかなっていう方もいるかな。はい、首周りとかは大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとう。はい、M サイズ。はい、はい、足首はがっつり出るだけ。はい、ベルトがある分、いつもよりの M よりは、うん、ちょっと上がってますよ。うんうんうん、はい、はい、M プラスです。どれが
好きです。はい、着やすい、はい、でもウエスト割とちょっと若干上の方かだなって思いました。はい、ありがとう。はい、Mサイズですね、はい、割と、ま、つかないけどズルズルって感じの作感でしたね。はい、はい、どちらのサイズがお好みですか。 S の方が着やすいなって思いました。はい、ありがとう。155センチの S サイズです。S サイズです。新鮮ですね。すごい可愛い。甘い、甘い雰囲気。なんか髪色とも合って。確かに明るい髪にも合いますね。着用感はいかがですか。あ、でも全然着心地は楽ちんです。軽いし。うん、なんかそんなに、ね、はい、苦しい感じも全然ないです。はい、ありがとうございます。ドレスですね、うん、ドレスですね。そのワンピースっていう、うん、クレイジー感がクレイジー感がありますね。確かに。どちらがお好みでしたか。これでもこれは S ですかね。 S、 あ、これも S、 今回は全体的に S サイズ、割と S サイズ好きでした。はい、ありがとうございます。はい、アンリさんのクラシック、ワンピ S サイズでございます。キャンディー、キャンディードレスでございます。どうですか、前のキャンディーに比べて。あ、前のキャンディーに比べてだいぶ上人になりました。落ち着いてる、落ち着いてる、うん、ちょっと大人っぽくなりましたね、言うても ね、 そうですね、バッチリでございますよ。これは入ってないランクに、もしかして。これ入ってないんです。なんでやねん。これを入れるわけにはいかないんです、もう。あ、もう入れる隙間がない、いっぱいいっぱいなんで。はい、ありがとうございます。はい、M サイズでございます。おー、素敵ですけど、入るかな、これがランクに入ったかな。あ、でもアンリさん着なそうなんだよな、なんだろう、襟かな、襟ですかね、多分、うん、あ、でもブラウスはこの襟で OK なんですけどね。あ、確かにね、なんでしょうね、なんか甘いのかな、甘さの、でもちょっとなんかちょっと時代が違う感じがする。あ、そうですね、そのもっと好きクラシカルの年代が違う。もっと昔が好きですよね、はい、20年代ぐらいとかが好きそうな。はい、ありがとうございました。はい、165cm Sサイズです。はい、お上品ですね、お上品ですね。他に苦しいとこはない